昔々あるところに一本道の島がありました。両端に村がありまして、両者は迫り来る毒霧に耐えながら暮らしていました。しかしここでストレスで耐えきれなくなった両者はついに激突することになりました。さあ今夜勝者が決まる。いや、そっち行くんかい。わっさっ、やっぴまるです。はい、ということで今日も12企画やっていきたいと思うんですけど、その前にですね、実は登録者4万人いきました。ありがとうございます。イエーイ。はい、いや、もうありがとうございます、ありがとうございますまあ今後もね、ぜひともよろしくお願いしますという感じで、もうここら辺はね、もう終わりです。さあ行きましょう。はい、ということで今日はこちら、超5対5ということで、ここで僕が作りました、このマップ。これスッと思いついたんですよね。で、これルールはめっちゃ簡単。5対5をやるっていうだけですね。はい。で、これね、ポイントがありまして、これの、一直線で戦うんですよ。一直線でしか入れないっていう。わかります？真ん中にもう5人ずつ、両端に配置されて、戦っていくって感じなんですけど、壁は壊してもいいんですよ。はい。壁は全然壊していい。だから、ウルトも使っていいし、何してもいいです。何してもいいし、味方でウルト溜め合ってもいいんですけど、その味方でウルト溜め合ってる時に、殺してしまったら、それはそれでもう、そっちのチームがね、人減ってっちゃうっていう、なんかもう、本当に、フリーで、ガチで、なんか何してもいいっていう感じの、5対5のマップを作りました。これ結構面白いんだよね。例えば、真ん中の、ところ壁壊して、そこにダリルがピッて入ってったりとかして、湖転がったりとか、そういう戦法もあるから、なんかいろいろと考えてやっていきたいなと思います。でやっていきましょう。はい、行きましょう。あは、これそういう感じですよ。はい、これ俺らチームです。行くぞ。待って、とりあえず俺から行く。よいしょ、行ってこいこれまだまだが行った方がいいかもしれない。オッケー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 。どうなってるか全然わかんないけど。当たってる当たってる？あ、いいねいいねいいね。あ、あいつもニコなんだ。なるほどね。ダイナマイクこれね、飛べない感じ。そっち、俺行く俺行く俺行く。やばいやばいやばいの来たやばいの来た。え、やば、強っ。え、強い強い強い。さあ、この壁開きました。そこの壁開いたところ、この壁開いたところをね、あれ強い、リコ、え、リコバカ強いじゃん。いけるいけるいける。誰誰？あ、負けた！いない！はい、ということで、下のチーム勝ちです。え、下何人の ?4 人？え、強くない？あ、飛べないんだ。え、そこ飛べないんだ。やっぱダリルしか行けないんだ。なるほどね。はい。ブル使ってみようかな。これさ、どんなだった？右行けた？下有利だな、これ多分。え、これさ、ブル、ウルト使って右は行けた？あ、いける、いけちゃう。なるほどね。じゃあ、ダリル使おう。開けてほしいわ。オッケー、行きましょう。さあ、行きましょう。また上かよ、最悪。あ、いいね。あ、ヒロさん、ちょっとウート溜め合おうぜ、ちょっと。俺らのこの、あ、ブドウ強い、絶対ブドウ強い。お、バカバカ、死ぬ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 。ちょっと毒来るから、ちょっともうちょい上行こう。上手が、下下下下。バカ、おい、お前よ。おい、やめやめ。いけ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 、早く。ママ早く。お前視点だから見えないぞ、どうなってるか。ちょ、完成しよう、完成しよう。完成させて、完成させて。完成、完成、完成、完成。完成した方が絶対面白い。おお、ヒロさん、行ったけど、行ったけど、行っただけで終わるっていう。だから。あ、強い。え、ビビ強くない？さあ、何が残ってますね、これ。なるほど。ヒロさんが、あそこから出れないという。おお、おお、助けてあげた。また、倒してるやん。倒してるやん。お前らチームやん。お前らチームやよ。倒してるやんけ。さあ、あ、やばい。アシュリンが。あ、待って、何強い。さあ、マムのウルトが決まっていく。さあ、上チームの勝利です。ブリーじゃん。まあ、俺殺されたんだけどな。何がいいんだろう。いや、俺これ使うわ。俺これ行くよ。はい、行きまーす。さあ行きましょう。はい、俺、下、俺行く。俺行かせてくれ。俺行かせてくれ。俺行かせてくれ。俺が行くから。
俺があいつら絶対倒す。見てろ。ん？どこ？よしよしよし。ああ！やばい！倒して倒して倒して。くっそ！最悪最悪。いや、奪っていっとるし。あはは、みんな考えが一緒。おお、なんか一人。人、ああ、い、行くはいいけど、それどう、どう、え、プリモ！プリモ強い！ちょっと待って、感染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 させて、感染させて。え、強いのかわからん。まあ、生き残れば勝ちだからね、正直。あ、なんか来た！だ、近距離系はもうあっちなんだね。さあ、ここでウルト溜め合って、右がウルト溜め合ってます。さあ、ここで、ウバッティが多分回復したら行くんでしょうかね。さあ、下は、斎藤アスカ、そしてまだまだですね。さあ、残るはこの二人ですね。さあ、まさかの展開になりました。おー、これは、行ってくる。これ挟まれていく。ここでウバッティが飛んで、まだまだを倒す。さあ、ここで、おーっと、アシュリンが上まで行きました。これは、これは、新しい戦い方ですね、これ。さあ、こっからどうやって戦うか。どうするウバッティ。さあ、ウルトを、おお、まさかのガジェットを使っていく。さあ、この遠距離攻撃。使っていきますが、残り差は2発しかありません。さあ、斎藤アスカ、逃げる。逃げるが、しかし、これはキリが近いのはおそらく、斎藤アスカが近い。これは、ウバッティがウルト食べさせられなかったら、これはちょっときついですね、何が。何が不利な状況。さあ、これは、ウバッティが勝つのか。これ、どういう状況なんですかね。さあ、この、最低です。さあ、これはもう、ウバッティが出なきゃ、斎藤アスカの負けはほぼ決定なのか。下が近いか、やっぱどうなんだろう。やっぱ外が近そう、外が近そう。いやー、これはもう、アウトですかね。いや、まだ、まだワンチャンあるぞ。ですか。いやー、これ毒キリに飲まれた。さあ、これはもう終わりです。まさかのエルプリも生き残りました。これは上チームの勝利かな。なるほどね。いや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 、そういうことよ、そういうことよ。近距離が強いっていうことでよろしいですか。まあ、どんな戦い方もありなんでね。はい、ちょっと俺もいろいろ考えてみよう。うわ、俺っていうかでけえの来てちょっと焦ったわ。え、どうしよう。待って、どうしようかな。なかなか難しいところですね、これ。さあ、行きましょう。行くぞー。ちょっとウルト貯めようぜ。あ、ブドウ、ブドウ、あ、いいね、いいね、いいね。ちょっとそこらへん。はは、近距離、わーか、わーか、わーか。近距離強いってなったら、お前それ使うんか。ねえ、待て、俺、やめて、やめて、もう、俺で溜めないで。オッケーオッケーオッケー、もう、遠距離が強いと思ったら、もう、近距離の戦いになってるから。オッケーオッケーオッケー、オッケーオッケーオッケー。よし、行くぞ。あ、やばい、誰がチームでか忘れた。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。待って、ブドウ、来て、ブドウ来て。オッケー、俺が、あれ？あ、投げれないこれ。まさか。あ、ここ開けなきゃいけないんじゃないここ。ちょ、待って、俺、いや、飛びたい。飛ぶか？飛んどくか。よいしょ！よーし、あ、ウルト貯めよう、ウルト貯めよう。俺らイモリ、イモって勝つぞ。俺らがここにいれば勝てる。プリモが絶対強いみたいになっとるよ。オッケーオッケーオッケー。おー、シェリー、あ、オッケーオッケーオッケー。おーし、これ、お、ウルト貯めてさ、ギリギリでさ、みんなで飛ぼうや。オッケーオッケーオッケー。いける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 。プーが来る。プーがタックプーが、タックプーがどうするこれ、行く、まだ早い。お、え、絶対それ仲、ねえ、それ仲間だって、ヒロさん。それ仲間やって。衝撃的だよ、それ。暗殺、あ、ちょ、ママ来てよ。投げてあげよっか。あれ？あ、やばい、これ。行くか？じゃあ、俺に合わせて来てよ。まだ早い、多分まだ早い。これまだ早いわ。なんで使ってんだよ。なんで、オッケーオッケー、早い、たまんの。オッケーオッケー。あ、いい、いい。あ、頭いい、ブドウ。いい、これ俺ら、結構強くない？いくよ、俺。俺いくよ。いや、ダメだ。いくよ。せーの。3、2、1、ポン。よいしょー、よいしょー、よいしょ。よし、やった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 。オッケー、うー、絶対、誰もが遠距離が強いっていう感じになるんですけど、まさかのね、エルプリモさんが強いということで。ちょ、キャラ縛りする？せっかくだからキャラ縛りする？
逆にさ、遠距離だけだったらどうなるんだろうね。遠距離のみにしよう。一回。一回遠距離だけ。さあ行きます。本来の遊び方、超遠距離同士の対決ってこった感じですね。なるほど。俺これ戦闘行く。あ、タクプーいいよ。ウルト貯めてこい。タクプー一回、ウルト貯め。で、ラスク、あ、いや、一旦交互に出るか。一発ずつ行こう。オッケー、一発ずつだ。オッケーオッケーオッケー。タクプーが、そうだね、戦闘でもいいな。オッケーオッケーオッケー。いいよ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 。いいよいいよ。そうそう、こういう感じ、こういう感じ。オッケーオッケーオッケー。アスカアスカ斎藤アスカ行く行く行く。オッケーオッケー。行け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 。答え。あ、痛い痛い。なんか右、あ、ちょっと待って。え、ね、誰かさ、右側ちょっと壊してや。あ、オッケーオッケー、オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー、ちょっと待って、俺飛ばして、飛ばして、飛ばして。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー、一回さ、オッケーオッケー。倒す。よし、やった。よし、いいぞ、こういうことよ。ちょ、離れろ。レッツゴー。やばい、誰か助けて。やばいって。ああやばい、いけ、奪っていける。とりあえず真ん中マムや。真ん中マム。待って、完成。レッツゴー。うわ、右が強い。これはでも、あ、でも、どうなんだろう、これ。でもね、二人がね、右行くとね、いけるからね、強い。いや、ブロックかよ、みんな。あー、やばい。アシュリン。お前ならいける。やばい、ブロック3体はきつすぎる。おー、どでかい。あー、強い、なんか。え、これブロックか。あ、ブロックも強いな、これ。え、じゃあ、ちょっとさっき言った、ブルとプリモでやろうや。さあ行きましょう。ブルとプリモ縛りやっていきたいなと思います。よし、ちょっとウルト貯め合おう。おい、死ぬ。俺殺すな、絶対殺すなよ。ちょっと待って、貯めさせて。オッケー、いいよ。どうする。あ、なるほどね。もうみんなそういう感じ。じゃあ俺戦時切るわ。あの、君たち生き残り派でいく。オッケー。お、戻って。なにやば、なに今の。俺もやろうかな。え、今、技じゃん。あー、なるほど。あー、やばい。いや、でも、とりあえず真ん中でよくないこれ。うわっ、マジ、え、嘘やん。絶対勝ったって。助けて。ちょっと完成。え、絶対勝ったと思った、今。完成。いやー、地獄エイズ。なんだこれ、プリモ多すぎやろ。キモい、でかい。どった、それは仲間。お、誰、アシュリーも仲間。あ、その左の、あ、ブドウ糖、まだまだは、的な。おい。あ、いけ、逃げろ。翔さん、逃げて。それ仲間や。地獄エイズだろ、それ。地獄エイズすぎるやろ。ねえ。え？負けた。え？5人残ってる。え、完封負けしたんだけど。ね、絶対も、え、いや、え、5人残ってる。誰。え、1、2、3。え、あと1人誰、こっちのチーム。あ、ラスクか。ラスクや。ラスク、いけ。あ。はい。ということで、終わりました。結構いろんな戦い方があったと思うんですけど、タレット部隊代表、ジェシー・ペニーは、うわー、やりてー。行きましょう。ペニーだけ縛り。さあ、この一本道で、どう戦うか。横で売るとためやんだけど、お、バカ、お前、アホやろ、横でやろうって。縦で売るとためるな。おい、そこ、アホ、死ぬって。だからねえ、やめて。俺まだ一発撃ててないから。おい、さあ行きましょう。さっきはちょっと大惨事すぎたんで、ちょっと俺戦闘行きたいな。いや、ちょ、いや、やだ、戦闘やだな。せ、いや、ちょ、あ、オッケー。え、ウルト貯める必要すらある？まあ、そもそもウルト必要ある？これ、いらんくない？オッケー。ちょっとずつ前行く。あ、やばい、やられてる。まだまだ行く、これ。
行くか。ブドウ、ブドウね、ブドウが戦ってるのね。オッケーオッケーオッケー。俺行く。チェンジチェンジチェンジ。レッツゴーレッツゴー。オッケー、やった。下がる、俺下がる。引きます、行きます。オッケー。で、ちょっと、行くよ。ねちょっと、来て、みんな来て。早く来て。早く来て。行くよ。俺置いてから、そう、ダッシュするから、そこにいて。行くよ。レッツゴー。行くぞー。勝った！あ、いなかった！はい。ということで、今日はこんな感じで終わっていきましょう。で、こんな、いろんなね、戦い方というか楽しみ方があるので、ぜひともね、このマップ作ってみてください。これめっちゃ作るの簡単なんですよ。ということで終わっていきましょう。ミルダムの方でね、ヤピマップの、参加型とかよくやってるので、ぜひとも下の概要欄から、チェックお願いします。ということで終わりましょう。皆さん、それで、バダッ。バイ。ぶつかり合った両者であったが、外部からの侵入を許し、その外部の侵入者がこの島を乗っ取り、終わったとさ。めでたし、めでたし。